ペナルティ公式チャンネル、ペナルティチャンネル、ペナちゃん、ご覧いただいておりますが、まずは、ペナルティヒデでございます。こんばんは。どうぞよろしくお願いします。まずはですね、九州地方を中心に、大変な豪雨で、甚大な被害者の方が、多く出てしまいました。そして、その中で尊い命が多く奪われてしまいました。冒頭ではございます。謹んで、ご冥福と、お見舞いを申し上げたいと思います。そんな中、本日のですね、ペナちゃんなんですけども、やはりスポーツの力を通じて、皆さんにですね、少しでも、勇気などをお届けできたらなということで、本日を始めさせていただきたいと思います。くしくもですね、また被害が大きかった、熊本で、プレーをしていた経験があるという、私のですね、高校の、後輩にあたります。現、J リーグ、大宮、アルディージャ、そちらでですね、コーチをしているという、もう、私の後輩は、とんでもなく私よりも上上と上がってしまいました。コーチなんてなれないですよ。コーチに行くことはできますよ。飛行機でスッと行けますしね。コーチなら持ってますけど、コーチのライセンスは私持ってません。ということで、もう早速ご紹介しましょう。もうここに出ておりますからね。本日のスペシャルゲストでございます。大宮アルディージャコーチやっております。私の後輩、北地こと北島秀明さんです。こんばんは。よろしく。どう、声全然私には聞こえてませんけども。あ、大丈夫です。今ミュート解除しました。すみません。ありがとう、北地。ありがとうございます。もうちょっとタモさんみたいなことを言うけどさ。はい。太った？いや、僕、もっと太ってました。うん、ちゃんと見よう、北地を。うん。これか。はい。結構。うん。熊本のコーチ時代、もっと太って、多分熊本の方がもし見られてたら、痩せたって多分言うと思う。逆に。熊本美味しいものたくさんあるし、馬刺ししかりね。海の幸もそうですけども。そうなんですよ。もうコーチをいじるなんてね。もし近くに選手がいたらもう震え上がるんじゃないかと思いますけど。いやいや、そんなことないです。いじられてます。よろしくお願いします。本当に今回は本当に今シーズンが再開して、もう一番バタバタしているときに、市船の、言ったら、後輩になる、当たるわけですけども、パッと浮かんだのがやっぱ北地なんだよね、僕の中で。いろんな選手をね、輩出している、学校ではあります。でもその中でもやっぱり、北地発信でなんかいろいろやれたらな、ということで。この J リーガーの方や、J リーグ関係者を呼んでは2回目のゲストになるわけでございますけども、そんな中、大宮アルディージャから、北地に、出場していただきましたけども、まずは、ご自身もやはり熊本で、プレーをしていたということで、とても大きな被害が出ました、熊本の方もご覧になっている可能性があります、一言いただけたらなと思います。そうですね、もう本当に、大きな被害を受けている方々に、心が本当に痛いんですけれども、僕ができることとかっていうのってそんなにたくさんのことはないんですけれども、熊本の方と連絡取りながら少しでも、何か力になれればなとは思ってるので、今辛い時期辛いと思う。そうだよね、まさにね、ですよね。だけどみんなで、何か手合わせながら、肩組みながらなんかこう、前に進めたらなとは思います。また今ちょっとね、県外出て、試合だとか遠征だとかがちょっとねしづらい時期とまた重なってしまったから、より心配は強いと思うけども、
はい、まあ、また少し落ち着いたら、おそらく北地のことですから、まあ、熊本の皆さんにね元気な顔を見せに行ってくれると思いますので、その時にはまた何か私にも協力できることがあったら言ってくださいね。ぜひよろしくお願いします。お願いいたします。さあ、そして、話題はまあ J リーグになるけども、はい、ついに再開と。そうですね。率直どうなの？もう長かったでしょ。長かったですよね、やっぱり。こんな経験、まあもう、もちろんしたくないけども、まあ人生で初、うん、常にまあサッカーと共に歩んできた北地が、これほどサッカーから離れたってことはなかったでしょう。はい、そうですね。そのまあオフだけどオフじゃないみたいな、なんか、うん、このなんかグレーなラインの中、うん、まあ、スタッフとしても、何の準備をしていくべきなのかとか、そうだよね、何をこうやっていけばいいかっていうのがものすごく難しくて、うん、まあ、でも選手はもっと大変な中、こう、うん、体力の維持だったりとか、まあ、その戦術面の整理だったりとかっていうのをすごいしてくれてたので、うん、まあ、僕らそういうところの手助けができるようにっていうので過ごしてきましたけど、うん、でもなんかあんまり動けないし、あんまりそうだよ、ね、どこかに行けたりもできないので、うん、本当に難しかったですね。こういうのってね、こういう機会だからこそ聞きたいし、はい、こういう機会じゃないと聞けないから、はい、あえて率直に聞くけど、監督高木さんでしょ？はい、そうです。高木さんからはどんな指示とか、はい、あと何かこう、まあ、気をつけるべきことやシーズンに向けてこういうことをやってってくれ、サポートしてくれみたいな指示は実際にあったっけ？まあ、チームのこのコロナの期間で監督が少しこう描いたビジョンっていうもの、うん、この中断明けから少し入れようとしているビジョンっていうものを、こういうのをやっていこうと思ってるからっていうのを高木さんが映像で作ってきてくれたりとか、うん、まあ、そういうものをこういうふうにみんなでリモートで共有して話をしていくっていう作業は逐一やっていたので、うん、まあ、こういったところですごくこう、意思合わせみたいのはできてたかなと思うんですけどね、うん、高井さん監督だもんね。だからもう、うん、若い選手の、ね、皆さんとかって、はい、現役時代の高井さん正直ぼんやりって子もいるでしょ。そうなんじゃないですかね。だってまあまあアジア大会、例えば92年、ね、広島で行われた、私はもう鮮明に覚えてますけども、前半で ね、そう、高木さん坊主にしてさ、気合い入れて、はい、結果出すね、はい、トラップしてドーンみたいなのありましたけども、はい、だから同じさ、フォワードじゃない、はい、やっぱり通ずるものとか、はい、逆に、うわーぶつかるわみたいなね、やっぱりどこかエゴイストでもあったと思うね、当時は。はいはいはい、でもそれがまあ、一つ、選手を見る側になって、での北地から見た高木さんっていうのはどういった方？いやー、選手時代どんな方だったのかっていうのはまあ分からないんですけど、うん、でもすごいストイックですよね、やっぱりね、はい、そのまあ映像を本当に見て、うん、相手だったり海外だったりを本当に何試合も見て、うん、まあ、それで選手に伝える映像を作ってくるとか、うん、その辺のこだわりとかも本当すごいですし、うん、なんかそのまあ本当こうなんか寝れないってよく言ってるぐらい、いるんで、すごいなと思いますね。アジアの大砲も、はい、やっぱり自分でやった方がぐらいの気持ちってどこかアスリートの方ってあるでしょう。はい、まあ、だからやっぱり監督業って大変なんだね。いやーすごいなと思いますよね、本当。高木さんやっぱりね、繊細な感じあるもん、イメージとして。あ、そうですね、すごく細かいことにも目を配ってるし、うん、だからまあ上に立てる人だし。そうですね、まあね、再開後も調子いいね、チームとしてもね。そうですね、成績は選手が本当頑張ってくれてるので、うん、まあ、いい、なんとか今いい成績を出せてるなと思いますね。まあ、選手をはじめ、まあ、北地の、ね、まあ、監督さんをこう見ている、やっぱ背中見ての、まあ、今の強さもあるんだろうけど、まあ、同世代で僕が仲良く、まあ、可愛がってもらってるも、北沢さんにはないやっぱり大人の部分がね、
高木さんにあるかな。ひいちゃん、いまだにもちょっともうサーファーみたいな感じでね、やられてますけど、まあ、それはそれで魅力なんでしょうけども。さあ、そんな中、まあ、予約、まあ、いいスタートを切れたなと思いますけども。ここでですね、多分ね、僕とね、北地の関係性、まあ、一流船橋高校の、はい、被ってはいないけど、まあ、先輩後輩、私がまあ一応先輩をね、まあ、やらせてもらってはいますけども、まあ、スターですから、北地は。いや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 。いやまあ、僕もまあ全国優勝、準優勝経験はしてるけども、まず、習志野なんだよね。そうです。実家習志野市です。これは私がだからもう隣の船橋市。そうですよね。でも、市外局は一緒047。047ですね。昔0474でね。074。で、まあ隣同士で。はい。で、中学校が4中、はい、?4 中です。習志野4中です。はあ。よくね、習志野三中に、まあ、庄司隆っていうね、はい、私の同期の、そう。怒ります。まあ、J リーグまで行ったやつがいるんですけど、はい、その隣の中学校で。はい、で、はい、普通だったら、こっからめちゃくちゃローカルな話するけど、習志野行くでしょ、奈良校。あ、そうなんですよ、そうなんですよ。なんて一船なの。まあ、僕は船橋の人間だから、はい、嬉しいし、まあ、自然と船橋、の学校に行ったけども、そうです。めちゃくちゃライバル校を選んだわけでしょ。でやっぱ習志野高校か市船かだったんですよ。うん、習志野高校は当時本田先生がいて、本田さんね、うん。で話ももらって、いただいてて、こう来てくれって言ってもらえてって、うん、自転車で帰る距離っていうので、うん、もうまあ最高な環境だったんですけど、そうだよね。まあやっぱその布先生、布なんですね、やっぱ。はい。うちに来た時の言葉がもうぐさっと来ちゃって。それで決めたんですよね。ちなみに差し支えなければどんな言葉を？なんか、親もいて、僕と親もいたんですけど、うん、布さんが、その、まあ、君はダイヤの原石だと。うん、で磨けば光るかもしれないんだけど、うん、自分が努力しないで磨かなければ、うん、きっと磨そんなダイヤの原石はいくらでも今までも見てきたと、うん、で君がその原石を磨く努力をするなら僕にもその努力を手伝わせてほしいって言われて、はあ、なんかそれにちょっと今でも覚えてます。それはいやすごいありがたい言葉いただいたね。はい、もう作家がついてたとしか思えない美しい。でもその後その市船入ってからその布さんのそのそういうかっこいい言葉が出てくる感じだから、うん、なんかそのおなんか用意してくれてた言葉なのかな。おお、まあ多分帯全員思ってることかもしれないけど、ね、でもそれを言われていかなきゃ男じゃないよね。そうですね。それはやっぱすごい。ながらに深く刺さった言葉でした。たまたま同じ言葉を本田さんも、はい、ね、その直後に言ってたらどっちに言ってた？それでも多分市船だったと思うんですけど、その理由は一個上の先輩に砂川って言ったんですけど、はいはいはい、砂川くんね、今、まあ、札幌にあった先習志野、うん、その先輩が習志野4中だったんですよ。はい。でその先輩に憧れてたのでずっと、うん、その人が市船行ったっていうのもやっぱ一つ大きな理由だったので多分行ったかな。北地ってすごくさ、こう話すと穏やかなのにさ、核となる部分めちゃくちゃ男気あるよね。いやいやいや、そんなことないですよ。いやいや、なんかそういうちゃんと縦社会というか、やっぱりそういった熱意だったりとかそういうものを非常に重んじるんだなっていう。なんかスマートでシュッとしてるけど、核となる部分、やっぱりどこか、ここサッカー上がりのね。そうですね。まあ一応やりましたね、そういうところは。そうだよね。J関係者の中でもさ、やっぱり、こう、J の、例えばまあ、ジュニアから上がってった子とか。はい。っていうのはまたなんか独特のものがあるじゃない。そうですね。でもやっぱどこか、ここサッカーの人間って、いい意味で泥臭さとか、なんか雑草魂みたいなね、はい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 、それを持ってるよね。そこが俺多分好感が持てるから、どこか
リスペクトしてるのかもしれないけどね。で、一応行きました。ちょっと褒めすぎでしょ？褒めすぎですね。どうしたんですか？今後、有望株紹介してもらいたいから。そうですね。がっつりコミュニティしとこうかなと。まあ、よろしくでございます。ほんで、まあ、一応行って。はい。もう、あれよ、あれよと。日本一まで、ね、行きましたよ。そうですね。まあ、もう自分のでも青写真通り。いやー、でも1年生の時に選手権途中から出させてもらって、うん、そのメンバーに入れたんですけど、うん、1年生から優勝できるっていうのは思わなかったし、メンバーも思わなかったんで、うん、はあ、もうびっくりですよね。自分でびっくり。結局何回日本一になったの？でも選手権を1年生の時と3年生の時に優勝しましたね。インターハイとかそういうのは取ってないです。ああ、そうかそう。僕はだから逆にインターハイと、はい、選手権が準優勝なんで、はい、国体とかあった？あ、国体は2年生の時優勝しました。すげえな、さらっと。で、日本一になったことちょっと記憶曖昧って何なの？でも国体の、でも2年生の時の国体が本当3年生がめちゃくちゃ強かったんで、うん、あ、一緒になんか乗っからせてもらって優勝した。ああ、なるほどね。でもまあ、がっつり掴んだやっぱり自身が3年生の時の。そうですね。まあ、決勝はまあ、衝撃的だったね。いや、まあ相手に中村俊介いたんで。いや、そうだよ。でも 5-0 だっけ、あれ。僕が3年の時は2-1です。2-1か。はい、あれ、5-0って。1年生の時だ。帝京との試合ですね。そうだよね。だからもうすごい、だから、中村俊介選手がいて、はい、で、そこ相手に、はい、まあ、勝ったわけだけども。いやー、まあ、そうですね。僕らの3年生の時は、大都市一船史上最弱って言われてたぐらい、うん、なんか新人戦とか、新人戦は一応県内でなんとか優勝したけど、関東大会は予選敗退しちゃったりとか、うん、やっぱあんまりそういうことが近年なかったのに、うん、しかも全然ダメで負けてしまうみたいなのとかが続いてて、うん、だからそういうチームだったんで、まあ、優勝した時はちょっとびっくりしましたよね。それがさ、だから頂点まで極めたの、今冷静に思うと何？自分たちに何があったの変化？なんかでも自分たちが弱いっていうことをなんか認識をみんな知った時からですね、うん、なんかやっぱ一部こう一部なってだけで強くなった感じになっちゃう。なんかね、確かにね、はい、うん、でそれちゃんと受け入れて、そうですね、その時からですね、やっぱ関東大会負けて、でインターハイの予選までの間を、うん、インターハイを通じてなんかチームがちょっと強くなってきた感じはしましたね。なるほどね。まあ確かに我々芸人でも吉本に入っただけでちょっと面白いんじゃないかなって勘違いして鼻ポッキーおられるんですけども、あ、吉本と言えばですね、弊社が昨年いろいろすいませんでした、本当に。よかったよかった、気持ちよくすっきりしたわ。うん。まあ確かにそれがあって、でも、その経験があって、この弱さを受け入れたのが、すべてで、さらに今もやはり自身の、まあ、コーチングだったり、はい、若手への育成に役には立ってる。そうですね、やっぱりそういうな、あの時はまあチームワークみたいなのが、簡単に言うとそういうのがすごく強かったんですけど、うん、まあ、やっぱりなんか仲間と成し遂げるっていうことに対しての、うんうん、その強さ、仲間と成し遂げるののパワーみたいなものは、うん、行きますよね、そういう話とか。そうだよね、まあ団体競技だしね、はい、それで、まあ、プロになった時にレイソル、はい、これはなぜ柏を？あの時なんでだろうな、なんか、うん、そうですね、なんか6月ぐらいまでは別のチームに行くの決めてて。あ、3年生の時に？はい。おで、8月ぐらいに、あ、やっぱ地元の、なんか千葉でプレーしたいなって思って、うーん、で、あとあの、橋田谷浩一さんが、はい。すごく、すごいポストプレーをしてって、おで、それをなんか日立大に見に行ったんだよね、勉強して。うん、日立行ってたよね、うちの高校ね。あ、うん、でそういうのとかもあって、
って入ったんですけど、入ったら柱谷さんいなかったんですけど。柱がなくなってた。違う柱がなくなってた。でも違う大黒柱たくさんあるでしょうけども。で、まあ入りました。はい。プロはいかがでしたか、印象として。いや、もう僕はもう全然、もう、なんていうんですかね、高校選手権で活躍しちゃったんで。もう鳴り物入りだってね、超高校級として行ってね。それが、すごい、なんか、プレッシャーになっちゃってたし。うん、自分がそんなに実力がないことは分かってたんで。ちゃんともう自負してるんだ。はい。うん、全然ダメだった。そこが賢いよ、でも、北地は、うん。だからでも、そのなんかきつかったですよね。3年ぐらい本当きつかったですね。でもそれでも、ね、背番号は1桁。そうですね、3年目になんか9番をいただいて。9番でね。はい、彼かとかもつけてたよね。そうですね。9番っていうのもエースナンバーとか、ストライカーの番号をもらいました。そうですね。その番号、背番号に対しての思い入れっていうのはあるの？例えば、はい、前回の大前元気選手はね、はい、もう10じゃなきゃ嫌なんだって。だからもう、はい、例えばロッカールームとか、はい、ね、駐車場とか、はい、そういうのもやっぱり10を選ぶと。ユニフォームも絶対10がいいっていう。まあ今ね、ザスバリ50ですけども、はいはい。そういったユニフォーム、番号に対する思い入れはない。僕でも9は、その、冷蔵で9つけるまで9って嫌いだったんですけど。お、またなぜ？なんかあんまかっこよくないなと思ってたんですよね。ああ。だけど、冷蔵で9つけるってなってから、うん、やっぱ9への愛着はすごい強かったですね。まあ、それからはもうプロでやっていける自信は湧いたと。そうですね、3年目で少し、成績が出始めて、自分の思ったプレーと成績がつながってきて、うん、そこから自信がついてきましたね。でも当時ね、はい、うわ、こいつすごいわとか、この人勝てんわみたいな J リーガーって誰だったの、うん、当時のチームメイトですか。まあ、チームメイトでも、はい、もちろん対戦相手でも。いや、僕は一番びっくりし、対戦してびっくりしたのはやっぱピクシーですね。うわあ、なるほどっすね、ストイコビッチ。ああ。もう、はい、なんか、もう全然、なんか、ボールを取れそうな雰囲気を、あえて出されて、うん、取りに行くと打たれるみたいな。うん、俺がもう、この間はなんだみたいな感じでした。なるほど。いや、僕はだから、さんまさんに出会ったような感じかな。衝撃でした。どんな衝撃だったよ。どう違う？いつ喋るのやめてくれるんだろうって。もう入る隙がないの。うわぁ、もう入ろうとするともうかわされて、ぐわーってまくし立てられて、勝てるわ、もうこれがもうプロだわっていう、思いましたけどね。全然また話が違うけど。そういうの面白いですね。やっぱすごいなと思った。こういう人がやっぱりお茶の間に愛されるんだろうなと思ったのはやっぱさんまさんかな。まあそれとはまた違うけど、やっぱピクシーすごい。自分の間があったりとか。そうですね。あの間って、なんか何なんだろうなって、なんかよく選手間でも、あの間はどうやって作ってて、うんうん、あの間はどうやって自分のものにしてるんだみたいな話になってます。もうさんまさん逆に間を与えてくれないですごかったんだけども、間を与えないっていうやり方もあるんですね。やり方もうすぐここにいるみたいなもんもう歯もちょっと当たるしみたいなまあそんな中、まあレイソルで何年やりました？レイソル何年だっけ。僕移籍してレイソルで6年プレーして、うん、その後清水に移籍してまたレイソル帰ってきてるんで戻ってね、はい、結構何年何年なんだろう。まあ一応資料あるけども、レイソルはまたレイソルでってあると思うけど、エスパルスはまた言ったら我々千葉の人間からしたら、はい、やっぱサッカーどころの、まあ、リスペクト憧れがあったり、あとはもうライバルもあるよね。いやー、もうでもまさにその感じでエスパルスに行きましたからね。そうなんだ。憧れだったんですよ、清水。まあそうだよね。はい。そうですよね、やっぱ。いや、そう、俺もだから、船橋 FC 時代に、清水 FC に、は
まあ、当時藤田俊也とかいたけども、まあ 2-0 で負けて、で選手権も決勝で、ね、清所に負けて、まあ、それも清水でしょ、で国体も、1対0で負けてとか、そうなの、もう結局勝てなかったなって。いや、そうなんですよ、なんかやっぱ千葉からしたら清水ってやっぱありますよね。そう、それでもういざこの世界入って勝負かけたら、番組が1年で終わってみたいな心っぽきですよ。でようやく手に入れた仕事、準レギュラーだったり、静岡には勝てんのかって未だに思ってますけどもまあ行って、はい、まあやっぱり静岡ってちょっと違うの。いや、まあそうですね、に対して、うん、なんかもう本当みんなすごかったですよ。さ、おじいちゃんおばあちゃんも、そうなんだよね、本当にすごかったです。うん、普通のおじいちゃんおばあちゃんとかももちろんサッカー詳しかったり、小さい女の子もなんかもうワンツーみたいな、こんななんか手で表現して、こう後ろでポン、こうミートがさみたいな、このポンってやったりとかするわけよ。詳しいなこの子みたいな。いや、そうです、そうです、ちょっと違うよね。おじいちゃんとかでそのサッカーの話をなんか普通にしてきたのは本当に驚きましたね、うん、なんかこう、おめえのプレーはこうだろうってなんか言われた時は、おお、うん、俺も小学校5年生ぐらいかな、4年生ぐらいの男の子されたことあるもんでもアルゼンチンの少年かみたいな、イタリア人かみたいなことされましたけどそれがあって、やっぱり練習するとまたスタイルが違った、はい、そうですね、なんか、うん、いや、そのレイソルで試合してたエスパルスの印象がすごくやっぱ強くて、うん、なんかこうレイソルはその時西野監督のもとで僕らはそうだ、はあ、で相手のペリマン監督だったり、うん、っていう監督の中でエスパルスと対戦した時に、うん、こっちはもう必死に汗かきながらボールを必死に追っかけてるんだけど、うん、ずっとエスパルスがボールを持っていて、うん、でなんかこう気持ちよくサッカーやってると、うん、だけど、まあ、なんかなんとかギリギリ泥臭く1点取って勝つんだけど、俺たちはもうハッハッてなってて相手はしてるみたいな印象はすごく強くて、うん、なんかやっぱパスサッカーで個の能力も高いし、はい、それもあったんですよね。でまあ清水で3年やって、その後また柏に戻って、はい、現役としては最後熊本、はい、そうです。またこれまたサッカーのスタイルも違うし、そうですね、それこそ当時監督が高木さんだったんで、うん、なあ、そっか、はい、はあ、どうですか熊本のサッカー。まあ、熊本はそうですね、なんかこう、まあ、火の国って言われるのが本当そう合ってるっていうか、熱い感じのね、熱いですね、うん、熱い決定だなっていうのはありますね。うん、まあ、そこで現役を終えて、はい、そしてまあ現大宮アルディージャにはコーチとして、はい、そうですね。どうなの、その今まで選手だった立場で、はい、コーチになるとやっぱりあの時のフロントや監督やコーチってこういう気持ちだったんだなとか。ああ、そうですね。なんか、うん、まあ、目線が変わるわけなんで、そうだよね、まあ、反対側に立つときに、うん、でもいろんな誤解、選手が監督に抱く誤解で、うん、たくさんあるんだなっていうのとか、うん、こっち側から監督を見て、うん、こっち側から監督を見たときに、うん、あ、これ誤解とかってあるんだな、なるほどね、こんな風に思っちゃってんだとか、そういう部分は意外とあったんで、その穴埋めみたいのはコーチがした方がいいんだろうなっていうのが自分の中ではすごくあって、うん、はい、これまた埼玉ですから、そうですね、まあ、サッカーどころの一つでもあり、はい、またね、大宮にはすぐ近くにライバル浦和というものがあって、はい、あ、そうですね、この大宮と浦和ももちろんもうサッカーだからもうバチバチなわけじゃないですか、はいはいはい、うん、まあ対浦和戦にはまあ燃えるものが
どこよりも強いわけでしょ、うん、すごい情熱がありますね。うん、まさにダービーだもんね。はい、そうですね。うん、まあ、その時のまあ選手の気持ちというのも違うだろうし。そうですね、まあ、僕はまだその大宮来てそういうのは経験してないので、うん、まあ、ちょっとわからないですけど、だけど、うん、僕熊本の時からつけてた時計が赤い時計をずっとしてたんですよ、うん、で、はい、このまあ、それはそのコーチになった時にコーチからいただいたもので、まあ、記念になったんですけど、うん、だからあんまり変えたくないと思ってたんですけど、うん、大宮で赤い時計をしてた時にやっぱちょっと自分なりにですけど、うん、まあ、赤い時計やっぱダメかなと思って。そうだね、買いました、大宮の時計を、ええ、まさにまあこう闘牛じゃないけどもそうですね、ガーッていかれる可能性がでもさ、それがいいよな。どこかさ、やっぱ僕ら、まあ、船橋習志野の人間としてさ、はい、J リーグチームがないわけじゃない、はい、そうですね。そう考えた時にさ、やっぱりさ、埼玉大宮浦和ってね、はい、まあ、まあこっちだったらまあジェフがあったりとかレイソルもあるけども、はい、俺が町にないというさ。そうですね、そう考えたらやっぱ大宮の人羨ましいなと思うしね。埼玉に2チームですからね、埼玉市に。そうでしょ、それってすごいことで、まあスペインで言ったら、まあ、レアルとアトレティコがあるようなもので、はいはいはい、まあサッカー好きとしてはたまらない環境だよね。そうですよね。ライバルがいるからこそアルディージャも、はい、逆にレッツもアルディージャには絶対負けたくないとかね。そうですね。それで埼玉が底上げされて盛り上がってる感じもするし、さあ大宮に行って、はい、どうですか、大宮での生活も慣れました？そうですね、だいぶ、まあ、大宮に最初は大宮から自分の家から通ってたんですけど、うん、今は、まあ、コロナの影響もあったりで大宮にちょっと住みながら週末に千葉に帰る形、うん、なるほどね。いや、あの弊社の劇場も、はい、大宮駅のすぐ近く、はい、おお、そうなんだ、楽園にあるんですよ。そうだから大宮駅降りると、はあ、まあ、本当にあのアルディージャのねフラッグがあって、はあはあ、本当サッカーどころだなーっていうのがあってさ、はいはい、そうなんですよ。だからまあなんか遠くもないんだよね、吉本とアルディージャって、はい、あ、そうなんですね。そう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 。飯屋とかもう気に入ったとこできた？いや、もう全く行けてないです。もうこれからだよね、またコロナもあるしね。はい、全然、うん、もう本当行ってないですね。あのクラブハウスで食事が取れるので、うん、もうそこで基本的には済ませて、うん、あ、うん、と昼と夜はいるので、うん、もう外食とかもしてないですね。お、まあ、本当にでも練習漬け、サッカー漬けのいい環境といえば環境だと。そうですね、もうで、まあね、プラッとこう、まあ気分的な実家とかさ、はい、帰れない距離じゃないじゃん、千葉と埼玉だし。他にももう全然帰れますね。そういうことだよね、はい、さあそれでは今度はちょっと大宮の、はい、皆さんのこといろいろ聞きたいんです、選手ね、はい、ま、こいつムードメーカーで好きだわっていうね、チームの中のムードメーカー誰？ムードメーカー誰なんだろうな。なんかそういうはっちゃけてるみたいな子が大宮とあんまいないですね。そう考え、大宮のさ選手シュッとしてる人多いじゃん。そうですね。でなんかそのちょけた感じの子いないんだ。なんかそうですね、なんかこういつも笑いを取ってるような人みたいなのは、牧野くんみたいなやついないんだ。ああ、そうですね、そういうタイプはいないです。みんなすごく真面目に、うん、うーん、まあ、牧野くんが不真面目ってわけじゃないけどさ。あ、全然そういうわけじゃないですけど牧野くん、あの3割めちゃくちゃ熱血な J リーガーですけども、7割吉本寄りのコメディアンですからムードメーカーって言ってね、まあ、サッカーに対する熱いものもあって、さらにまあ楽しませようみたいなところがすごく強いんだけど、なかなか大宮の選手は。そうですね、なんか率先して俺が笑いを取るみたいな感じの選手は確かそうって言われてみるといないですね。だからもうみんなで雰囲気よくやってる感じだ。そうですね、雰囲気はでもすごいいいですね。うん、はい、あとさ、この子面白い、伸びるぞと、まあ、まだまだだけども、荒いけども、それこそね、
布さんが北地にさ思ったような、北地、まああんまりね今の早い段階で言うのもどうかなとは思うかもしれませんけど、サポーターの皆さんにぜひね注目してっていう、磨きゃ光るぞって誰？いっぱいいるんで。いいね。これってなると難しいな。でもなんかいいな。うん。大宮の選手、本当僕もう。それはいいよ。いいこと。ああ。でちゃんとさ、北地見てくれてる感じするから。ああ。わかんないけど、俺が選手だったらやっぱ嬉しいな、頑張ろうかなって気になるもん。まあ吉本の社員なんか全然見てないよ。吉本が見てるの本当に他事務所のアーティストだったりするから。じゃあちょっと楽しみだね、そこはね。そうですね。ああ、これっていうのが言い切れないな。なんかこうみんないいんで。うん、それいいじゃない。はい。それが答えだったりするし。いやなんか申し訳ないんですけど、本当みんないいんですよね。ではそれはそれでね。楽しみだし。そうですね。まあまあとりあえず始まったばかりさ、今3連勝。はい、おかげさまで。ねえ、まあここからまたハードな試合は続くと思うけども。はい、そうですね。うん、もう、まあ、チームとしては上を見てるわけでしょ。まあもちろんその J1 目指してやっているので、そうですね。まあ今コロナの影響で、うん、J2 の降格がな、J2 が J3 の降格がなくなったので、今回はね、今シーズンはね、うん。それもやっぱり、J1 も含めてですけど、戦い方がその変わってくるんですよ、下位チーム。はい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 。降格がない分、こう自分たちにやりたいことをすごく出してくるので、うん、そこに対しての準備っていうか、まあなんかよくある紅白戦で、こう、A と B が試合すると B の方が伸び伸び試合してるような。あるあ。あるじゃないですか。ある。はい、その感じが、きっと生まれるので、だからその精神的な準備みたいのも試しとかなきゃいけない。そうだよね。いや確かにそう。イチューナもさ、はい、夏合宿とかでさ、はい、学年対抗とかあったでしょ。はい、ありました。ああいう時やっぱ2年生強かったりするもんね。2年生が一番強いですよね。そうなんだよな、あれな、伸び伸びとやるから伸びで。ああ、だからそういった怖さも、そうですね、やっぱり同じ J2 にいての、はい、上を食ってやろうっていう伸び伸び差があったりとかね、するとそれはあるかもね。そうなんですよ。そこに高額っていうのがあると、また違う戦い方を相手は選んでくるんで。そう、慎重になったり、はい、後半抑えちゃったりとかね。はいはいはい、それがないから、はい、そこのケアも考えていると。はい、素晴らしいね。大体まあ我々芸人は勢いで、出落ちを引っ張ればなんとかなるだろうと思いきや、足元救われることがあるけども。やっぱりもう準備をしっかりして、そうですね。大宮でもどういうチームですか、北地から一言というかね、言うと。いやパワーポイントだったり、セールスポイントだったり。硬いと思います。守備すごく硬いと思います。はい、まあ、そこはどこかさ、市船っぽさもあるよね。いや、そうですね。高木さんが本当、そういう守備のことと、こういう、まあ、攻撃のアイディアももちろんすごくあるんですけど。もちろん。高木さんの、持つチームってみんな守備強いんですよね、どのチーム持ってても。ああ、それってさ、やっぱり自身がフォワードをやってたからこそ、うん、逆にディフェンスの、うん、まあ、強さだったり、自分がフォワードとして抜きづらい、崩しづらい、剥がしづらいディフェンスというのをやっぱり常に描いてプレーしてたかもしれないね、それのまあ裏返しというか。ああ、なんかすごい、やっぱり最後の際のところに体が飛んでくるっていう面を相手チームの選手は知ってたので、やっぱそれぐらい、なんかこう、まあ選手の頑張りっていうか、その球際へのこだわりみたいのは、もうそれぞれうちの選手たちみんなが強く持ってるので、それはやっぱなんかこう、監督が、もう思いが伝わってるんじゃないですかね。だからさ、実際よく言うのはさ、その例えば今スペインで活躍してる久保建英選手とか、はい、まあそれこそメッシしかり、なんかドリブルや攻撃が上手な人ってディフェンスも実は上手だったりとか、はいはい、なんか相手のね、やっぱりウィークポイントをつかみに行く
ポジションだから逆に守り方も知ってるとか、嫌な守り方を理解してるとか言うけど、小松さんもそうかもね。はい、そういうやっぱり持ってるから、なんかこう守備も、もうそういう部分が選手たちに伝わるんじゃないですかね。まあ、それがだから結果、今の成績につながってるかもしれないと。そうですね、守備も今、2試合連続でゼロですからね。そうだよね、そこは大きいよね。最低限負けがないっていうのは、ね、長いリーグ戦で必要なことだもんね。はい、でさ、まあ、大宮の人もさ、はい、まあサッカー知ってるじゃん。いや、そうですよね。で、熱いものあるじゃない。そうですね。特によくね、我々はそんなこと思ってなくても、はい、その埼玉と千葉以外の人って、すぐ埼玉と千葉ライバル視してぶつけたりする企画多いじゃん。多いですね。僕もよくね、千葉代表としてね、あの埼玉のね、タレントさんとバチバチやり合う番組あるんですけども、若月千夏ちゃんとかね、ツッチーとか向こう埼玉がいて、花輪とか、そんな中に僕らとも千葉でいたりとかね、するんです。まあ、そこまでさ、まあ、なんかこう、なんか県民性でこうバチバチすることはないけども、はい、熱いものあるじゃない、大宮の人、サッカー知ってるから、目の肥えた、大変じゃない、サポーター熱くて、やっぱ一勝負、一勝負。うん、まだその観客が入った試合が、大宮のホームスタジアムではやってないので、ちょっとそこまでは見えないんですけど、そのコロナが出てくるちょっと前までに、練習場にサポーターの方が来てくれたときに、うん、やっぱりそのかけてくれる言葉とか、やっぱそこには大宮への愛がすごく強い。そうだよね、それはあるよね。いや、そこは、あ、この方はこんなに大宮のものすごく身につけてて、うん、でもう私はこのチームを本当に、うん、心から応援してるからっていうのを言ってもらった時に、しびれるね。しびれましたね。あ、すごいなと思って。少なくともこの人たちのためにやろうってそうですね、思えるよね。もう僕らもそうなんですよ。やっぱまあファンの方ありきだから全て、はいはい、まあ、同じねピッチと我々まあ舞台っていうことですけども、はい、それでもまあファンの方、まあ俺のファン去年ファンレター4人しか来てないからあとどっか行ったんですか、神隠しにあったんですかね、分かんないですけども、まあだからでもそのファンの方がいるからやれるし、これがだからまあホームでさオレンジ一色になった時が楽しみだね。いや、しかもスタジアムがすごくこうサッカー場でコンパクトになってるので、いや気持ちいい。あれがやっぱりあのオレンジに染まったらこう高ぶるものはあるんだろうなっていうのは。やっぱさ、サッカー専用とかさ、うん、サッカーのスタジアムとかってそういうの大きいよね。いや、すごいですやっぱり。まあ、だからそう考えたら北地は本当にサポーターの熱いチーム、サポーターの皆さんと距離が近いところでやってきたね、はい、レイソルしかりさ、はい、今の大宮もそうだしさ、はい、うん、やっぱ無観客っていうのはどんな感じなの？いやだから、まあ、もうみんなそう発言してますけど、本当練習試合のような雰囲気。そうだよね。これはもう本当そこは本当に練習試合みたいな感じ。まあ、選手間の、まあ、後ろの声があったりとか、あとまあ、コーチからの指示があったりとか、バーンってね、ぶつかった音とかって、本当に練習試合のような環境だものね。あ、僕は試合の時はベンチには入らず、上から見てるんですけど、うん、その上から選手に指示出せちゃうぐらい、もうやっぱり余裕ぐらいだね。それがだからまあ昔それこそね、浦和清水とかがこう無観客っていうね歴史はあるにせよ、いや本当にもうこういうことは今後あってほしくないしさ、まあでもある意味すごい経験をしてるよね。つまりそのサポーターの力、サポーターの皆さんの支え、これがいかにプロサッカー選手を動かしているかと。いや、そうですね、本当に。だから、なんていうんですかね、その、応援の声でテンポが上がったりとか、うん、プレーのテンポが上がったりとか、うん、激しさが増したりとか、うん、これはまあ自分が選手だった時もそうですけど、うん、この
サポーターの声に乗せられていいプレーが出るっていうのは、はい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 、やっぱりその部分が欠けてしまうのは、逆にはどうしてもありますよね、うん、どこがやっぱうちら褒められたいじゃん。そうそうですよね。背中押されたいし、もうもちろんね、不甲斐ないした時はやっぱりもう叱咤されるのもプロだから当然だけども、基本やっぱりサポーターの皆さんの後押し、背中を押されたらいつも以上にプレーは出ちゃうよね、いい形で。そうですよね、本当その一歩が出ちゃったり、なんか落ちちゃったみたいなのとかが本当にあるんで、うんうん、だそれはサポーターの存在っていうのは本当大きいと思うから、やっぱ向かっての中での戦いって選手大変なんだろうなと思いながら、うん、はい、まあ、だからそれだけ熱いサポーターの皆さんに育てられてると、うん、それはだから大きいね、財産だね、うん、いやー、まあだからもう僕はもうほらただ一ファンとして見てる余裕だけで言うけどさ、はい、正直やっぱりダービー見たいな、大宮と浦和。いや、そうですよね、僕も本当それは今大宮来てなんかダービー、ダービーだよな、はい、こだわりが、あ、清水の時に静岡ダービー、はい、エスパルス対ジュビロもかなりのなんか熱狂的なダービー度はあったんですけど、なんかやっぱ大宮と浦和、いや、すごそう、これはこれですごいなって思うんで、ぜひ、ね、ああ、でも今カテゴリーが違うんで、僕らはとにかくそうだよね、カテゴリー上げて頼むよ、やりたいですよね。いや、バチバチ感がもうえげつないと思う。いやー、なんかテレビで本当に僕が選手だった時に大宮対浦和のダービーがテレビで見た時に、ああ、うわ、すごいなと思いましたからね。もう海外だよね、ほんと。すごいなと思いましたね。でもこれが理想だよね。うん、このまあ、わかんないけど、国道挟んでとかさ。はいはいはい。この路線挟んでみたいな。はい。で、そこに、オレンジと赤のユニフォームを着たサポーターたちが集うなんて。いやー、でもすごいですよね、本当に。だから。すごいことだよ。僕がクラブハウスこうやって行ったら、小学生がクラブハウスの前をこう歩いてたんですよね。で、その、なんか、おっと思ってこうやって見たら、赤いユニフォーム、レッツのユニフォーム着てましたからね。ここを赤いユニフォームで歩くんだみたいな感じでしたけど。いや、本当にもう、あの、ヤンキー漫画の世界でね、クローズみたいな、もう。じゃあ、それがまたね、正直羨ましいな、ないもんな。すごいですよね。そこがちょっとまあいい意味で、うん、切磋琢磨というか相乗効果でね、はい、結局まあ我々千葉の人間としてはやっぱり埼玉をどっかで意識しているところもあるし、いや、追いつけ追い越せでね、やっぱあの大宮サッカー場、まあ、今のナックファイブですけど、はい、昔大宮サッカー場って言って、うん、あれちょっと憧れたじゃないですか、千葉。わかるよ、わかるよ。ありましたよね。わ、うん、かるよ、あの距離感。ですよね。実験とかあそこでやりたいな、みたいな。うん。いや、俺もだから、言ったら大宮もそうだし、ね。あと、浦和。はい。もう、最初は、はい、もうやっぱ大きいし。大きいですもんね。うん。まあ、それはそれで見応えあるけども、やっぱキュッとしたサイズ感でさ。そうですね。そう。もう、相手からしたらもうゴール裏。はい、それこそもう、うわーってこう、はい、ヤジじゃないけどさ、プレッシャーがあるっていうね。はい、うん、はい。なんかそこの、やっぱり埼玉の2チーム、2チームの良さは、ちょっと羨ましいな。まあだからこそ、まあ、結果出さないと、北地も。そうですね。そしてチームとしてもね。はい。まあ、選手とサポーターと監督と、そのみんなをなんかうまくつなげられたらいいなとかと思ってるんですけど。まあそこだ。まあただ今どうしてもまあソーシャルディスタンスで、はい。離れちゃって。まあでもいよいよまあ少しずつだけども。そうですね。まあね、サポーターの皆さんとの距離もってことはあるけども、また今、東京はね、うん、
うん、まあちょっと感染者陽性の方も増えちゃってるから、まあちょっと心配も尽きないだろうけど、まあ選手やチームとしてもやることは決まってるもんね。そうですね、まあ、もう勝っていくために準備を毎日、うん、本当選手頑張ってるんで、うん、まあ、どのチームも頑張ってると思うんですけど、うん、うちの選手たちも本当に頑張ってるんで、ね、まあだからまあとりあえず上へ行ってほしいですよ僕は。そうですね、おで、まあ、スタジアムにも見に行きたいし、いやもうぜひぜひ、俺はもう今日ね青いユニフォーム着てたね北地と、はい、今回こうオレンジの話をしてユニフォームの1枚でも俺の家に届くかと思いきや、そうですね、送られてこなかったから、いや嫌味のように赤いソファーに座ってるけど、いやそうですねいや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 、もう本当にすべてがね、クリアしたら、見に行きたいしさ。ああ、来てくださいよ、本当に、ヒデさん。うん、まあ、それこそ、脇田と、ね、今、脇田がちょっとみんなもね、紹介してくれてますし、こう、ご覧になってる方々、特にね、大宮のサポーターの皆さんも心配してくれてると思いますけどもね、まあ、ちょっと今、まあ、病気と戦ってますから、彼も、良くなって、うん、まあ北地なんてご存知のようにうちの相方なんかも尋常じゃない生命力ですから、いやー絶対大丈夫ですよ、うん、心臓毛だらけですから大丈夫です、そうですね、うん、もうまっすぐ元気になって、はい、その時はもうコンビでね行きたいですし、本当ですね、うん、その日も楽しみにしてますよ。さあ徐々にちょっとお時間になってきちゃいましたが、うまそう、そうなんだよ。あっという間なんだよね。いや、本当に、できれば、今後ね、はい、大宮の選手の方をちょっと、俺、対談したいからさ、はいはい、北地、ちょっと声かけてほしいなっていうのもあるし、はい、よろしくお願いします。はい、まずはですね、ご本人のちょっと目標、はい、現時点での目標しかり、まあ、将来、もちろん、僕としては個人的に、いつかはやはり監督にもなってほしいなと。それがどこのチームであれ、やっぱり見てみたいなったんですけども。まあ、まずは目標、はい、夢など、個人的な。もう今はもう本当この大宮に来させていただいて、この大宮のこのなんか素晴らしさみたいなのを本当にいろんなところから感じてるんですよね。で、このクラブでなんとか、いい成績を残して、いい成績っていうのは、うん、このクラブにとってのいい成績っていうのは J1 に行くことで、うん、が今年の最大のいい成績なので、うん、とにかくそこを目指して、それがクラブのためになると思うので、それを自分が貢献できるように、うん、本当このクラブに来て来させてもらえたことを恩返しできるのはそれだと思うので、その力を選手が発揮できるように監督を支えたり選手を支えたり、少しその後ろ側からうまく支えられたらいいかなとは思ってますので、うーん、とにかく目標に頑張ります。まあそれが恩返しでもあり、自分自身のやっぱりね、喜びにもなるもんね。そうですね、もうやっぱ選手がすごいいいプレーしてくれた時に、うん、僕ら小さなガッツポーズで失脚をしちゃっては思ってるんで、はい、でさ、サポーターの皆さん喜んでくれてさ、はい、まあ理想はやっぱおじいちゃんおばあちゃんがね、お孫さんの手を引いてスタジアムに来る、はい、そしてまだ見たこともない、オレンジ一色に染まるホームでの試合、はい、一日でも早くね実現してほしいよね。いや本当早くあのスタジアムで、うん、サポーターの中で躍動している選手が見たいですよね、うん、もう完全にその優勝して J1 上がったら何か約束してほしいな。例えば、はい、思いっきりサポーターの皆さんの前で芝刈り機やるとか絶対やるとかいいけどね、うん、でもまあ目標としてそのまあ公言することはやっぱり上がると。そうですね、もうそこは、いやそうだよね、はい、だってうちらってさ言ったら
声かけてもらってなんぼじゃん。そうですね。本当そう。ね、その会社員じゃないからさ、はい、やっぱりそこで選んでくれたらそこに全て全力恩返しでね。本当にそう思います。なんか今大宮来て本当にいろんなことに本当感謝してるんで、うん、だからそれはなんとか形にできるのは J1 行くしかないんで、うん、あの一生懸命やるしかないですね。そしてこれだけのさスポンサーさんにも応援されてて、そうなんですよ、はい、やっぱり大宮の凄さだよ。はい、ね、また全部いい会社だよ。うん、吉本興業って入ってないもんね。さあ、あとはですね、もしもう何かあればですけども、はい、サポーターの皆さんにちょっとね要求、こういうことしてほしいとか、メッセージは別で、はい、何かありましたら。いやもうサポーターの声で選手にゴールを取らせることが本当。たまには俺にもサイン求めてとか写真声かけてスーッと、はい、スーッと寂しいじゃんみたいな。いや結構ノータッチでやっぱりコーチ。いやでもちゃんとあのファンサービスする人じゃん、あなた。いやまあその声かけていただければあれなんかあサインあ、いいですみたいな感じとやっぱあるんで。わかるわ。昔、俺がもう、ナイナイさんの、前説やってた時に、はい、スタジオ入る時、傘さしてて、はい、やべっちと勘違いされて、すいませんって言われて、はい、はいってこう顔上げたら、俺の顔見て違うと思って、あ、本当にすいませんって言われたことがあるけど。すいませんが、スタジオもね、声かけてもらって。いや、ちょっと冗談はさておき。じゃあ本当に最後ですから、はい、サポーターの皆様に、そして、ご覧になっている方々にメッセージがありましたら、はい、これ多分サポーターの方以外の、まあ言ったらお笑いファンの方も見てくださってると思うんで、はい、ひっくるめて、一言いただけたらなと思います。ぜひ大宮アルディージャのサッカーを見に泣くジャムにみんな来ていただいて、そこでサポーターの方と一緒にその空間で、そうだよね、きっとまたそのヒデさんのライブとは違う、いやわかる、あると思うんで、ね、コラボって一緒に、いや本当そう、はい、生のさ、はい、サッカー観戦、それもさ、はい、ホームで大宮の距離感、はい、ピッチとの絶対興奮するし好きになるよね。そうですね、うん、でだからヒデさんのファンの方が大宮来ていただいて、大宮のサポーターの方がヒデさんのライブに行ってもらうと。絶対ないわ。これが最高ですよね。最高だけど。来てくれるかな、本当に大宮のサポーターの皆さん。大宮サポーターあったかいっていう、ね。いや、嬉しいわ。それは理想だよね。あん時、北地に言われたから見に来たよって言われたから、ちょっと泣くかもしれない。だからちょっと僕、ありがとうございます。株上がりますね、そうやったら。頭もう一生上がりません。本当になんかね、イメージとして、やっぱり熱いサポーターって誰に対しても優しいというかさ、はい、きっと僕らお笑い芸人にもね、なんかあったかい言葉かけてくれそうな。だから本当に相互にこうやって、そうですね。ね、楽しんで支え合えたらいいよね。言ってもエンターテインメントだしね。そうですね。サッカーもお笑いも、はい、サポーターの方、ファンの方ありきですから。本当に僕らの本当にまあお笑い好きの方も本当ね、大宮はね行ってほしい。もう本当に、だってあるんですもんね、大宮に。大宮そう、劇場あるから、そのね、後にちょうどねやってたりするから。いや最高じゃないですか、そのルール。最高なのもう。ああ、で最後も大宮のね、のんべん横丁みたいなところで入ったらもうキュッと、結構ねあるんですよ、ハイボールのお店とか。ああそうね、ちょうどね、なんかもう楽しめる感じがしますし、お互い本当に何かこうね、今年いいものに変わると。最高です。素敵ですよね。まあコロナが落ち着いてっていうのが前提ですけどね。うん、まあ今ね、我々の、ファンの方々に聞きましたけど、がっつり、最後、はい、オミアルディージャ熱血サポーターの皆さんに、はい、北地から一言、はい、お願いします。
もう本当に今年は J1 目指して、やるしかないので、僕もその手伝いを本当できるように、もう心の底から魂込めて、選手を支えて、監督を支えて頑張りたいと思いますんで、ぜひ、まあ、いつも応援はしてもらえてると思うんですけど、今後も、支えてください。よろしくお願いします。はい。はい。わかりました。ぜひ皆さんよろしくお願いします。いや、北ちゃん、本当にまあ、コロナ大変だし、まあ、再開してね、バタバタの中、こんな遅くまでどうもありがとうございました。はい。ああ、これからも本当に僕らが、北ジア、大宮、アルディージャ、そしてサポーターの皆さんにできることは全力でやってきますので、はい。ぜひこれからも、よろしくお願いいたします。はい。よろしくお願いします。そして、はい。まあ、子供たちもね、サッカー、少年、少女たちも夢見て、J リーグの再開も楽しみにしてたサポーターの皆さん以外の、大宮の皆さんの力にも、このチームはなってると思います。そして、やっぱりね、こういったいろんなことがある中で、スポーツの力で、我々を元気づけてほしいと思いますので、どうぞお体気をつけて。はい。はい、宮の、選手はじめ、フロントの皆さん、チームの皆さんにもよろしくお伝えください。くれぐれも体気をつけて。体に気をつけてくださいね。ありがとうございます。頑張ってください。本当に、これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、本日のスペシャルゲスト、現大宮アルディージャコーチ、私の後輩の北島秀明さんでした。ありがとうございました。北島ありがとう。どうも。はい。ここでまず北島とは別れです。さあ、ということで、お付き合いありがとうございました。なんだろう。やっぱり、いいなと思いましたね。というのも、僕がまあちょっと無理言ったところもあって、でも、もう二つ返事で出ますと言ってくれました。まあ、それに、対して、アルディージャの広報の方がですね、ぜひぜひと言って、このようななんかスペシャルな時間を設けさせていただきました。本来正式なオファーでちゃんと、会社を通じてっていうところを、まあ、ショートカット、していただいたのはもう一重に本当に関係者の方、そして北地、引いては、サポーターの皆様の、お力添えだと思っております。まあ、僕は芸人としてできることっていうのは、まあ、皆さんの前でこう楽しいお話をしたりとか、あとはまあサッカー経験者として、これからもですね、大宮アルディージャはじめ J リーグ、引いては日本サッカー、世界のサッカーをですね、盛り上げていけたらなと、まあ、大それたこと言っちゃいますけども、そう思ってるのは本音でございます。まあ、今回ね、これが全国で見られてると思うと、豪雨の被害やコロナで大変な思いをしている方、医療従事者の方々、たくさんの方が見てくれている中、どこまで私がやっていいのかなっていうのもありましたけども、こうやって生の声を、伝えることも自分の仕事だと思って、1時間、お時間を割いていただきました。皆さんどうもありがとうございます。また週末にはね、サッカーのある、生活が戻ってきました。これからも一サポーターとして J リーグ界を、そして一人の、まあ、しがないコメディアンとして、日本を元気づけられたらなと、そして皆さんに楽しい時間をお届けできたらなと思います。改めて北地のファンになりましたし、なんだろう、サッカー、そして大宮アルディージャ、好きになりました。ぜひね、J1 行ってください。楽しみにしてます。そして皆さん、くれぐれもお体気をつけて、皆さんあっての北島秀明でございますから、これからも応援、そしてペナルティ秀でございます。これからも叱咤激励でお願いいたします。あっという間でございました。長々とありがとうございました。また、このような機会を設けたいと思います。その時にはいろいろ SNS を駆使してお知らせしたいと思います。本日のお相手、私一人でございますけども、ペナちゃんご覧いただきありがとうございました。お相手は、ペナルティヒデでした。ありがとうございました。それではまた会いましょう。さよなら。北地かっこいいね、やっぱり。